えー、鈴木さん、西岡さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いいですか。お願いします。あの。とりあえずあるこれを見ていらっしゃる方、この。鈴木智之さんの、この胸にさん。さんざめく、こう。団結。報復、注目っていうのが、気きれってしょうがないと。多分。<laughs> えっと、まずは、智之さんからですね。この。あの。素晴らしいコスチューム。 あの、侍ジャパンにの、あの。コスチュの説明を、意味、そしてなおかつ、このスローガンの意味合いを。元、はい。あ<の>元々はあの、オリンピックの時に、日本を応援する、ので、アディダスが出した。こう、団結だけ、のジャージでしね <laughs> 本。本当は、こういう。ここらこそオリジナル商品。もう見た途端にも、俺、これ、あの、このニュ、えーっと、よ、用文字を足そうと ちょっと本当微妙に違いますもんね、これあの山,県組山口組の有力団体である山県組のスローガンでこの6文字に暴力団の全てが入ってるんですよね団結っていうのは要するに個人じゃないんだともう寄ってなたかってたこ殴りにするんだと <laughs> 報復っていうのはやられたら絶対にやり返すんだと沈黙っていうのはやられてパクられても、えー、連れを言わない自分で歌わない調所をまかない っていうまあ、本当にこれが暴力団なんですよねで,で,でも今これのスローガン俺すごく好きだったんだけど、えー、と警察から突っ込まれて要するに親分の指示でやったんだなみたいなことを言われるらしくってこれ言わなくなって、はい、今なんかよくわかんないもともと山口組ってちょっとあの四文字熟語を毎年指針指針みたいなのを上げてやるんだけどそれぞれ。 分割分裂してから、えっ、ー、と分裂した団体もそういうのにあなり始めて、これはちょっとすごく残念だというか。うん、でもこ、これこれ,これはこれこれ最近はあんまり言われることはないんですか。から僕らはそのこうで山県組って,言ってで地元内の山県組って言ったらこれがまずそうですよね。ね本当にこれだったですよね。だからそれ過剰反応する人は絶対。 業がらめの人ですよね。普通の人はもう僕はこれに反応する懐かしいっていうそういうことですからね。そうなんですよ。なではまだ暴力団っても、えー、ともと仁義なき戦いとか古い薬剤映画にも出てくるんだけど、えー、野良を突くとか直旅を履く。うん 要するにお金がないときは自分で肉体労働をしてお金を稼ぐみたいなのがあるんですよ元から。だ兼業って普通にあるし今も多分工事現場にこんだけうるさくなった現状でもたくさん入ってると思います。でそれを昔からあってでその他に大阪の暴力団って面白いなと思うのはえっと俺2000年前後にえっと大阪のとあるえっとエリアの団地にえっとそこを仕切ってる暴力団に。 口を聞いてもらっんんでたんだけど、えー、とその時に、えーとね、大阪で、えー、と浅,川浅川会浅川一家っていう山口組の二次団体2つ、えー、ともともと兄弟かなんかでありまして、えー、とそこの親分が屋台を引いてるんですよ有名だったそれでおいしいラーメンをやってるって。であ山口組の志木さんの組長が <laughs> 屋台を引くんだでもほとんど趣味ですよねこれ。 だけどそういう話をその地元の暴力団でしていくと,、えー、といざとなったら、えー、と困ったお金に困ったら屋台を引けばいいやんだやいざとなったら直旅を履けばいいやんっていうのを言うのかと思ったら大阪ってやっぱりその屋台を引けばいいやんって言うんだとヤクザだから、うん、そのラーメン屋をやるとかそのメンタリティとしてすごい普通にあるんだうそうがその 神戸新聞に勤めてる時にまで駆け出しちゃった時に姫路におったんですけれども膨大、うん、月間ってあるじゃないですか要するに膨大特色兵庫県警やった膨大会って今はまた外は言うんでしょうけど膨大会が要するに月間があってこの間にこの間に何人か検挙せなあかんと。うんうん、で点数を稼がなあかん言った時にその例えばこうえっ、ー、と播州とか田島とか田舎の ヤク座ってちょっと緩いところがあるからすぐパクる。すぐパクれる事案で何でも前のやつを引っ張って,てパクる。で、1点ってやるときに、その時の、その時のデスクがお、しその若い頃に知り合いやって、何やこいつ、反応反応やんけって言っれた半の半んだよ <laughs>。反応反応。脳反、脳反、脳反機は百姓してて、で、えっと、暇になったら薬座するともう。反応反応。 パクってお前手スなのかって言いながらデスクをしてたっていうので「反応反応」ってなあるんやって思いながらい,やいっぱいあった本当にそ<う>大阪ではいっぱいあったですその焼き鳥屋のマスターが、えー、と行事ごとになるとあの組員をたくさん集めなきゃいけないんでこうずらっと並ばせるために山口組そもそもずらっと並ばせるのが好きだから並ばせるのに集めてくるんだけど本当に「あれ焼き鳥屋でってやりましたよね」っていう人がいて <laughs> もう吹き出しそうになったりした <laughs> あの、魚とヤクザの時もあれやったんですけど、漁業も、要するに、半魚半もあるんでしょ、うん、結構やっぱり、うん。ありますね。だって、ね、割と昔の話あれ書いてましたけど、要するに千葉の漁,え漁港でしたっけ長州のね、うん。なかなか線引きにくい時はありますよね、結局。そう,ですね、そ,うそうそうそう。うん、要するに、えー、今の密漁とかそういうことじゃなくて、ほんまに制御として漁業をやりながら、うん あのどっかの組に所属してるっていうような人っていうのは基本的にいたわけでしょそう,そ,うそうなんですよで戦後は本当に共産党がガーッと力を持っての、うん、え農村とか漁村も共産党がガーッと来てそれに対抗させるために暴力団を警察がこうやってそういう共産党 vs 暴力団みたいなのを漁村をめぐってよくあってだから普通にありますよね、うんその 実際それではね、き、兼業のところでやっとったさっきの、その、先っのやくて、えっと、つい最近も。今年か、うんうん、その、えっと、愛知県警が逮捕した、あの。餅、餅つきするために、うん。そうそう、笑っちゃうね、えっと、あれ本当に。にプ,プロパンガスを運んでて、<laughs> あれ、何法違反かな。そうそう高圧ガス取り扱い法違反。なんかね、え。餅を炊いたらあかんのっていうような感じ。で、なんか、いや、その。 あらゆるねあらゆる法令を駆使して逮捕するのは分かんねんけどそのそれまで駆使するかっていうぐらいやりますよねだからそこのところってうん、うん、その今のそうですね簡単に言うた防傍条例が防廃条例いつからこんなあそんなんであの例えばそれが余興でやっとって。 警察がそのあこん,なんでこんなんでパクったったでっていうの昔ありましたよだってえっとヤクザさん目白好きやったからああそう鳥のね<と>野鳥のねそそう鳥獣保護法違反でそうそう野鳥をね飼っちゃいけないんですよねそう飼ったらだめなんですよで,でも目白はマーケットでめっちゃそのうんあれはすごいマーケットなるからその 頂上保護法違反かなんかでバ、バックルそれは面白いやんっていう、こう、趣があるやんかってあるけど、ちょっとプロパンガスは、絵画にしたら、お前さ持ち過ぎんときいるやろ、そら、米たくのにっていうような形で、そこまでせちがらくなったっていうか、まあ、それの究極が ETC カードなんやろうけれども、そこまでせちがらくなり始めたっていつからなんですか でもまあ防犯条例からですよね防灰条例で銀行が持てなくまあその前に実は銀行が持てないっていうのはあったんだけどでいろんな商取引の時に暴力団とは取引しませんという暴力団の条例え条項がつくようになってでそ,れにそれは企業側があるや,つ、ね、がやるから、うん、だから山口組勉強会やっててこの間はそのペーパーが流れてきてその契約書の中に防灰条例、暴力団だったらダメですっていうのないところの えーとサービスを受けましょう例えばそのカードがなくても、えー、とプリペイドの形で先に払いするとクレジットカードの役目をするやつがあったり今言ったらメルカリとかだったりああの要するにカードがなくてもできるようなシステムがあるんですよねでもそれを迂闊に使ってると,、えー、とそこの契約書の中、えー、と,ところに暴力団はダメですっていう一文があったら、うん、それでパクられるっていで弁護士を寄って。 勉強会してたですね。E. T. C. カードは結局訴えてますもんね。要は、あれ、ゆうちょは大丈夫なんですよね。ゆうちょの口座は大丈夫。なんですよいや、今はダメだと思うな。<ー>見逃されて、持ってるところもあるし。見逃されて、持ってはる人。例えば、あ、これは、あ。やっぱり、それ、ちゃんと、実際、子供を持ってはって。給食費をは、は、は、引き落としにするときに。 家族の郵便の口座がないとあかんからっていう、うん、で自分のお父さんとお母さんのお父さん逆じゃないけどお母さんの口座ごちゃなってんねんけどうん、うん、これ閉じてまうと子供ら現金で持っていかなあかんようになるから言ってえ僕は郵便局だけは大丈夫なんかなってちょっと思ってたんですけどあかん人もおるんですかそうですね、えー、<ー>多分ダメですね、えー、ダメだと思うえっ、ー、とそれで結局そういう 見逃され、たまたま見逃されてるのでは危ないから。もう彼らはどうするかというと、偽装離婚をするあ<ー>。ああ、ええ、と暴力団であることが、ええー、と、まあ、ぼ、さっき言ったように、ええー、と。口座を持てないとかのほかに、補助ももらえないですよね。暴力団実は結構みんな貧乏で、うん、お金に困ってる暴力団たくさんいるんだけど。うんうん、ええと、児童のための、あの、手当とかももらえない。うんうんうん、児童手当で。児童手当。だから、そういう。 彼らは本当にもう離婚をしてて書類上離婚してそうそうで大体その一途な人たちではないから、うん、もう離婚これ幸いですよね <laughs> <laughs> 離婚できてあこれはもう同性制度と離婚できるとえー、だからそれじゃないかとそうそうそんなに問題にはなってないですけど <laughs> そうなんや。 だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だって。うん、中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重してこなかった。 みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん、中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重して来なかった。